中代表取締役社長神田文明さんの2013シーズンも最後までクラブをご支援いただき本当にありがとうございます。そしていつもかけて支えていただいているチームバームスの皆さん、改めてこの場をお借りして感謝を申し上げます。今年もクラブの目標、そして応援する皆さんの期待に結果として応えることができませんでした。非常に申し訳ないと思っております。皆さんの様々な声を受けなければいけないと思っております。今日の試合に象徴されるように結果として本当に出すことができないシーズンです。そんな中でもここにいる監督、コーチングスタッフ、選手、1週間1週間勝負にこだわる、勝ちにこだわるためにミーティングを重ねて最後まで向き合ってくれました。そしてクラブスタッフもこの状況を一緒に乗り越えようと、これだけ松本で山を応援していただいている皆さんがいる限りしっかりとしたクラブ運営をしていこうと、そしてトップチームの結果に何かクラブスタッフとして影響を及ぼすことができないか、そういうチャレンジをしようと全員で取り組んできました。それでもやはり結果を出すことができませんでした。キャンプから松本の歴史を知ってもらい、クラブの歴史を知ってもらい、山田として戦う意味を理解してもらって選手を一緒に取り組んできました。少し重たい責任を背負わせてしまったのかなとも選手の皆さんには思っています。ただこれだけ多くのサポーターが入っていただくこの松本山のスタジアムで皆さんの期待にピッチで応える、もうやり続けるしかない、もう繰り返してそこを突破していくかない、そういうクラブの状況だと思っています。今年は新たなスタイルでの挑戦ということで、これまでの土台をベースに皆さんに新しいスタイルをお見せするべく臨んだシーズンでした。それでもここで結果として皆さんにお伝えすることが、お見せすることができませんでした。その中でもみんなでもがいて何とか結果につなげようとやったことは、私が中から見ていてここのクラブに関わる人間みんながもがいてやってくれたことに対しては改めて誇りに思っています。これだけ最後まで応援していただく皆さん、来年も絶対その皆さんの期待に応えるために、ここに関わる人間は苦しみもがきながらこのクラブを再成長させていかなければいけないと思っています。そしてこのアルウィンの雰囲気についてお話しさせていただきます。松本の誇りと言っていただけるクラブになりました。ただそれはクラブだけではなくて、ここにいるファン、サポーターの皆さん、いろんな方々と作ってきたこのスタジアムの雰囲気もあります。多くの世代の方が来て、子どもたちも来て、松本の誇りを皆さんと一緒に失わずにもう一回応援してくれるように私たちも努力していきます。来年こそ、来年こそ結果を求めて結果を出すためにクラブとして努力していきます。今後とも教えをよろしくお願いします。